ちょっと息の感覚をしましょう。また安定した座法で、あれこれ今のおしゃべりの内容を全部忘れてしまって、楽な感じで、しかし考え事を追いかけずに、息を吸って息を吐いてを観察なさってください。学者たちと官能同行したかったなら、余計なものをたくさん持っててはできないんです。非常に薄い、身軽な自分にならないとできないんです。いろんな分厚いゴミの山に囲まれててね、キリストやブッダと官能同行したいって言ったって、これは無理なんです。特に地位名声とか、その慢心、社会的に慢心できるようなことを願う人たちには官能同行っていうのはやってこないんです。キリスト、ブッダ、マハルシのような存在から発信されているものを受信するには、 NHK の普通の放送とか民放のとか、そういうような受信装置ではできないんですよ。もっと高級なものでないとできないんですね。物質的な世界ですとBS デジタルアンテナとか、そういうのを買えばできるんですが、宗教の場合には何か買うんじゃないんです。捨てていくんです。あれ捨て、これ捨てって、余計なものをね、捨てていって、非常に少なくなると官能同行できるようになるんです。ですから感じないっていうのはね、余計なものを持ってるからですよ。例えばソックス2つ履いて、分厚い靴履いて土の上歩って、なるほど土に触れてるっていう実感は湧かないでしょ。素足で草の上歩ったら、なるほどこれは草だ、なるほどこれは土だという実感、触れ合いの実感がありますでしょ。ですから仮面、いろんな仮面を外して、命の素顔、素手みたいにね、命の素顔になっていかないと、ということはいろんな属性を、社会的についた赤を振り落としていかないと官能同行できない。それで出家するのが一番だっていうことですが、出家した先の、まあ、前輪でも修道院でもね、赤がたくさんあるわけです。出世競争とか。だから一人清らかにあれこれ削ぎ落としていって、ひっそりとね、痩せていったらいいんです。世間的に痩せていったらいいんです。そしたら官能同行がやってくるわけなんです。
だから捨てる極意の本をさっき野村さんにお見せしましたな。あれこれ捨てていかないとまずはできないっていうことなの。まあいろんなもの持ってれば鈍感になってしまうんですよ。自分の感覚にはね、鈍感、麻痺してしまう、鈍麻してしまうんですよ。あれもいらない、これもいらないって捨てていけば敏感になるようなもんですよ。それではもう3回の入出足を観察なさってください。終わった方は体を緩めて10分ほど休憩いたします。それではまた安定した楽な座法で落ち着いて自分の呼吸を眺めましょう。しばらくどうぞ。瞑想していて考え事が出てきたなら手放すと言っても、その手放すことに価値観を置かない人たちがいるんですね。まあ皆さんどうなのか知りません。まあ知りませんって、皆さんはご自分で知らなければいけないっていう意味ですね。もしまあ僕のような瞑想を指導する人間の講習会に来てね、思いを手放すことに価値観を置かないっていうなら、僕は南に行って反対する人は北の方に行くようなもんで、これは合うわけがないんですね。考えることに価値観があるというなら瞑想じゃなくね、それは思想界で生きた方がいいわけですね。考えないでおこう、考え事を追いかけないでおこうと思っても、人間の頭っていうのは考えるように作られてますから、普通はどうしても考えるんです。でそれでエネルギー無駄遣いするから考え事を
追いかけない方がいいですよ、瞑想中は考え事を追いかけない方がいいですよって、こう昔から指導されてきたんです。何千年もね。それに価値観を置かないで座禅会に行ったり、ヨガの講習会に来る人たちいるけども、それは矛盾してるんですね。さあ南の方に行くバスが出ますよ、お乗りくださいって、まあ、声かけたとすると、私は北に行くんですって、バスの運転手さん南の方向いて走ってるのに、一人ね北の方向いて乗っかってたって、行く先は南ですんでね、無駄なことなんですよ。本当に北の方に行きたいなら北行きのバスに乗んなきゃいけないっていうことですね。考え事を手放すことに価値観を置くなら、覚足という教えが生きてきます。あるいはバーラな覚足が生きてきますが、もしそういうことに価値観を置かないで考えることによって、自分の人格を形成したり、あるいは地位名声を得たりっていうことであれば、それは座禅とかヨガに来ないで別なところに行ったらいいということですね。まあ今のは一つの例ですけれども、瞑想中に出てくる考え事を手放すっていうのは、考えるということは私が考えるわけですから、この自分がという限定付きの考えですから、じゃあその自分の考えっていうのは正しいのかって、さっきの話に戻りますが、それは正しいか真実であるかね、それは必要であるか、それは自分を幸せにするか、その三つでチェックしていって、余計な考えをとりあえず追いかけない、捨てていくっていう風にトレーニングするなら、まだしもね、そこにあんまり価値観を置かないでダラダラ座っても意味がないということですね。じゃあ考えないことに価値観を置くのはどうやって判断するんだろう。これは考えて判断するっていうよりも、自分が考え事でね、頭を痛めてきた人が思いを手放す、あるいは追いかけないようにしたら楽になりますよって教えられたことをやってみて、あ、本当だって体験するから、それをやるわけなんです。続けることができるんですね。ですから、すべての教えはね、自分の実践を通して吟味していかないと意味がないということです。ただ真似しても意味ないんですね。本当に体操っていつまでも自分の体を若々しく美しくするんだろうか。そんな50、60過ぎて体操やっていつまでも若々しく美しくなって、そんなことはありえないわけですよ。マクロビオティックをやれば誰でも健康になるとか、マクロビオティックをやれば30年やれば下脱するとか、大ブラを吹いている人がいますが、マクロビオティック30年って言ったら、あんた30年やってるんだから下脱しましたかって聞きたいんですがね、その著者に。そんな人僕は見たことがない。マクロビオティックやれば体は健康になって人徳が備わるなんて、そんなバカな。それ日本で始めた桜沢さんっていうのは女たらしで有名だった人で、不道徳な人だった。まあ、ご開祖様がそうなら、人徳の備わった聖職のね、指導者なんかできようはずがないでしょ。聖職教会の理事っていうなら、熊谷さんが僕より偉いぐらいだ。熊谷さんのどこがヨーガ的かって言ったら、キョロキョロするだけで、人が自分をどう見てるか、自分を高く買ってくれているかって、そんなことばっかしキョロキョロするから、あの人首しょっちゅう左右に振ってたでしょ。聖職があって首左右に振るのが癖になるなら、聖職なんかしない方がいいわけね。それは悪食教会みたいなもんですね。ですから、すべての教えは自分自身で実践してみて、本当にこれは自分に役に立つのか、あるいは言われていることは本当なのかって吟味しなきゃいけない。まあ、野村さんも七合食やったとかっていうのは、あれは病気のもとね。玄米だけ一週間食べるっていうのは病気を作るもとね。あるいは反作用を起こします。そんなのは理屈で考えたことがあって、桜沢さんが七っていうのは。あの人が7っていうことを言い出したのは、インドにね、奥さんと旅行してあちこち放浪してた時に、インドは何でも7って分けるもんですから、それにヒントを得て、1、2、3、4、5、6、7ってやっただけですよ。何の意味もないですよ。そんなの本気でやって表彰もしていただいたなんて野村さん書いてるけれどもね。だから、一体何に価値観を置くんですかっていうことですね。体はどうやってできてるんだろうって、よく本読んだり自然観察して、食べているからだ。食べたものはすべて胃腸の中で壊されてしまって、ところが血液が作られて、血液がいろんな細胞を生み出しているって分かったなら、じゃあ綺麗な血液を生み出すもとは何かって、このように考えないといけないんです。玄米7合食だなって、そんなとんでもない考え持たない方がいい。玄米食だけね、
1週間もやってるのは動物っていないですよ。草ばっかし食べてるな、牛なんか。朝から晩まで草食べて、あんなに立派な体格持って健康でしょ。野生の牛や馬とか、野生のその他の動物とかね。人間だけが頭で変なことをいじくり回して、変な理屈をこねて、それで商売するでしょ。そういうのに引っかかるっていうのは、まあ自分が未熟だからなんですけどもね。だから瞑想しながら出てくる考えっていうのは、皆さんがかつて本で読んだり、かつて人から聞いたことですから、その情報源となっている人物、あるいは出所の本とか、それは神聖か、ね。さっきの話にまた戻りますけども、それは本当か、それは必要か、それは健康を求めている人に、あるいは幸せを求めている人に、親切な教えかって、このようにいつでもチェックしなきゃいけないんです。もう一度、イシバラン先生の三つの言葉ね。イシバラン先生じゃないんですが、スーフィー教のなんですが、その三つの言葉、これは真実か、これは必要か、それは親切か、という三点からね、あらゆるものをチェックしていってみてください。そうしたならもうちょっと、レベルが多少なりとも上がるかもしれません。それではもう3回の入出足を観察なさってください。終わった方は体を緩めてます。